JR 岡山駅近くの居酒屋丸屋。岡山では外出自粛が緩和されましたが、店では先月から夜の営業自粛を続けています。今力を入れているのがこちらのオードブルのテイクアウト。2500円と1500円の2種類を販売しています。普段から地元産にこだわっているこのお店、こちらの具材は千屋牛のローストビーフ、そして瀬戸内市牛窓町産の野菜を使った料理などが彩り豊かに盛り付けられています。農家とともに営業を続けてきただけに、新たな取り組みで生産者を応援し続けます。本当に岡山県の食材にこだわり、すごく満足していただけると思うので、友人の方でしたり家族の方とおうち時間を美味しく楽しんでもらいたいです。オードブルは電話とお店のインスタグラムで前日までに予約ができます。